今年はマスクで過ごしているから花粉症対策は万全にゃ。桜もそろそろ咲き始める時期にゃ。花粉にはめっぽう強くなった激動の猫先生でにゃーる。よろしくにゃ。早速一つ目のニュースをお届けするにゃ。にゃんこ大戦争カードウエハースの第5弾がスーパーやコンビニで発売開始されたにゃ。ということで、2021年3月17日から3月31日10時59分まで、にゃんこ大戦争カードウエハース第5弾発売記念期間限定イベントが開催されるにゃ。記念ステージのネコウエハース降臨は、ネコウエハースが敵として登場するにゃ。サクッとはクリアできないかもしれないこのステージは、クリアすると大量の経験値が獲得可能にゃ。さらに今だけの限定キャラネコウエハースがレアチケット1枚とセットで販売されるにゃ。ネコウエハースは属性を持つ敵を必ず遅くし、攻撃力ダウン、動きを止める、動きを遅くする、吹っ飛ばす、波動ダメージ、ワープ、古代の呪いを無効にする、まさに壁役の能力を持っているにゃ。でも割れやすいにゃ。小麦粉、砂糖、卵、猫壁をいい感じにあれをすると、猫ウエハースが誕生するみたいにゃ。続いて2つ目のニュースにゃ。先日バージョン 10.4 アップデートが入ったみたいにゃ。そのアップデートでなんと、ガマトト探検隊にカリスマを超えたレジェンド級の隊員が見つかるようになったみたいにゃ。でも出現条件が猫先生でもわからないにゃ。とりあえずレアな隊員を集めていくにゃ。さらににゃんこ大戦争バトル中の画面の出撃スロットを今までの1段表示から2段表示に変更ができるようになったにゃ。これで全キャラが表示されてすぐに猫たちを出撃させられるにゃ。猫先生は新しい2段のスロットで挑戦してみるにゃ。トリビニャ。人生に全く必要のない知識でもつい友達に教えたくなってしまうようなにゃんこ雑学トリビニャ。知ってるようで知らないかもしれないにゃんこ大戦争の雑学や攻略のヒントをどしどし発信していくにゃ。今回投稿してくれたのはウエハース大好き猫さん。にゃんこ大戦争カードウエハースのカードイラストのクオリティがすごいらしい。大好評発売中のにゃんこ大戦争カードウエハース、このウエハース一つに1枚のカードがついてくるにゃ。今回は猫先生の後輩にお願いして実際に開封してカードを披露してもらうにゃ。2021年3月15日から発売されているついに動き出した第5弾では、超激レアカードを超える激動カードという種類が存在するらしいにゃ。で、出たにゃ。すごいにゃ。動いてるにゃ。とっても不思議にゃ。カサギ像が飛び出してきたにゃ。む、うっすら見覚えのあるシルエットが、あれ、裏面に猫先生がいるにゃ。聞いてないにゃ。出演費もらってないにゃ。今回のトリビニャは伝説兵。第25弾あたりで猫先生も金ピカになってカード化にゃ。
にゃんこ TV では皆様からのお便りやコメントを募集しているにゃん。トリビアやこの番組へのご意見ご要望どしどし待っているにゃん。お便りは動画概要欄にあるフォームから送信することができるにゃん。次回もお見逃しなくにゃん。チャンネルを登録してにゃ。バニラ味。